犬わらびとは、岩でんだのメシダ属に分類されるシダの一種である。東アジアに分布する。落葉性の双本植物であり、葉は根茎から臨生する。野生の場合、葉の部分は、長さ25から40センチメートル、幅15から25センチメートルの鵜状で、長さ4から9センチメートル、幅2から3センチメートルの葉が6から10ついほど、深く分かれてつき、 葉は明るい緑色、茎は暗い赤茶である。胞子を作る胞子脳が全ての右辺の仮面に位置する。犬わらびは庭園の観葉植物として栽培され、いくつかの栽培品種が存在する。また、犬わらびの近縁種の蛇の猫座は重金属に汚染された強い毒性を持つ土壌で、他の植物では故死するような汚染された土壌でも生育できる。このように、 極めて強い重金属耐性を持つことで知られる。バイオレメディエーションに用途され、重金属を蓄積する土壌浄化植物として利用される場合がある。アルセニックヘビーメタアキュムレーションバイラリアム、ヨーカシエンスフロムカンタモイテッドスイルズ、ソイルサイエンスプラントニュートリション 52-701-710-doi-10.1111 J1747 から 765.200600090X ありがとうございます。